日本東京都品川区、都越市都合市は、東京都品川区の地名。現行行政地名は、都越市1丁目から都越市6丁目。郵便番号は142-0041。品川区中部に位置する。町域北辺は百端通りに接し、これを境に、西五端だ、大崎にそれぞれ接する。東部から南部にかけては、豊か町に接する。東部は、 西品川にも接する。西部は第二京浜に接し、これを境に平塚、東中の部にそれぞれ接する。町域内を26号線通りが通っている。戸市一丁目と戸市二丁目との間には戸越銀座商店街がある。この商店街は近隣の住民を中心に日用品を買い求めるため多くの人が訪れる。戸越銀座商店街は 地名としては、戸越のほか、隣接する平塚、豊町にもまたがる。その他は、第二景品沿いに、高層建造物が見られるほかは、主に住宅地として使用されている。住宅地の地価は、2021年1月1日の工事地価によれば、戸越3から3から1の地点で69.7万円、平方メートルとなっている。 A62 年の小田原州所領役長に所見される。江戸時代までは、と、五へと呼んだ。完成5年には、海鮮ドニアの山路勝サが、妄想地区の栽培をはじめ、村の名産となり、後に、ひもにや村を中心としたラ原に一帯に伝播した。1889年、町村制の施行に伴い平塚村の大技となる。 関東大震災後、銀座の瓦礫を埋め立てて、戸越銀座が始まった。1932年より、茨城、戸越町。1941年西戸越、東戸越、平塚、茨原、小山台に分かれ、1965年東、戸越全域と、西戸越、東中野部、西品川の一部に、戸越はじめ6丁目が成立した。この地が、 江戸越えの村だったことに由来するという。この江戸越えが、戸越しになったと言われている。戸越の名の起こりと言われている古歌を刻んだ石碑が、地域内の戸越八幡神社にある。戸越八幡神社戸越の名の起こりを参照。と、江戸でなく、野党の省略と見る、地形説も存在する。2021年4月1日現在の世帯数と、 人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町域内における鉄道駅として、西部の第二京浜下に、都営浅草線、戸越駅が設置されている。また、南部には、東急大井松線、戸越公園駅が置かれる。目的地によって、西方の東急池上線、戸越銀座駅、 南西方向にある東急池上線荏原中野駅、南方の東急大井町線、中野駅もそれぞれ利用可能である。第二京浜沿いを通る路線バスが利用できる。路線は以下の通り。いずれも東急バスが運行する。ありがとうございます。